今はとことん暴れて気分なんだ。エデ、突き当たる。まあいいよ、やるからには徹底的に行きましょう。お前ら、今日は飲むぞ。お？は？俺が勝ったんだ。付き合ってもらうぜ。嫌とは言わせねえ。お？はい。喜んで。こいつ、絡み酒やったんか。これで仲良くなるのか。いいじゃん、いいじゃん。さて、これからどうしようか。ん？楽内にでも行くか。あそこなら飲み屋がいくらでもある。行くこの3人のメンツで歩いていくの？ついてくんの？面白すぎるだろ。おう、え、なんか出てきたぞ。バイチャー。オッケー。合同ヒートアクションできなかったな。まあいいや。さあついてこいよ。一回カラオケ行っとくか、みんなで。入れるか。ああ、早く飲みに行く。無理か。くっそー、この状況楽しみていけるな。さあというわけで、ワタミかな。ここで飲みますか。どうだ、いい店だろ。お前ら、この店で飲むぞ。ここか。もう命令じゃん。まあええわ。それじゃあさっさと飲んで、早いとこお開きにしましょうかね。そうやね。何言ってんだ、何軒も行くんだぞ。はしごだ、はしご。龍馬さん怒ってんだ。店にある酒全部持ってこい。おいおい、どんだけ飲むつもりなんや。誰が一番酒に強いのか、今から勝負するぞ。何のためにするんだよ。斉藤さん、それ本気で言ってるのかな。いいやないか。さっきの喧嘩の借り、ここで返させてもらうで。しょうがないな、付き合いますよ。ありがとうございます。もう結構飲んでるんだけどね、龍馬くんは。あかん、もう無理。こいつどんだけザルやねん。なんか頭がクラクラしてきた。ワンちゃんもワンちゃんもぐったりしてるぞ。全部飲み干してしもうたね。じゃあそろそろ締めましょうかね。すみません、お勘定。はしごでしょこれ。はしご行くでしょ。今日は返さねえぞって。おごってもらってすまないな。あ、おごってもらったんかい。いいんですよ、これくらい安いもんです。今日のところはここでおとなしゅう帰ったる。けど次会うた時は覚悟しとけ。まあそれはお互い様ってことだ。おい、まだ終わっちゃいねえぞ。おお、はしごですね。なんやて。もう一軒行くぞ、ついてこい。やばい人だな。どこ行くんだ。さて次は祇園にでも行ってみるか。ああいいね、柄じゃないが憂さを晴らすにはああいうところもいいのかもしれない。行くで。オッケーオッケー、祇園行きましょう。祇園のね、サブストーリーまだねクリアしてないからさ、ちょっとやりたいんだよなーって思ってはいるんだけど、やってないんだよな。みんな提灯持っていいよねー、やっぱ夜の街は。どこ行くんや。春日谷か、春日谷か。ここの奥にね、なんかお座敷遊びがあるんだよ。ここか。そこの旦那、今なら上玉の遊女を特別に紹介しますよ。アンミナミ。読めません、ごめんません、ごめんなさい。どうした、入れんのか。お、入れんじゃん。
山向きへようおいでやす。お侍はん、うちは最低でも1両必要ですね。遊んでいく、遊んでいいの？行きますか。ほな奥へ、うちの看板娘と楽しんできはりや。どうなるんだこれ。おおいでやす、アンナドス。あ、これアンナって読むんだ。どうも。そんなにはだけた格好してんの。今日はよろしくお願いします。やばくない？おい、ああ、よろしくな。いろいろお話聞きたいな。いや、ちょっと待って。いきなりだな。西郷さんと桂さん置いてるけど、いいのかこれ。そうだな。どうだ、ひどい話だろ。ひどい話だろ。お客さん面白い。いや、営業トークじゃん。そうか。ええ、とても。はい、これはまあなかったことに、なかったことにして春日へ行きましょう。飲むぞ。お前らこの店で飲むぞ。もうどこでもええわ。はよこの男酔いつぶさせて終わらせるで。こないなガキとつるんでるところ犯人でも知られたらわしの面目丸つぶれやからな。めっちゃ倒れてる人いるわ。こっちも困るんだよね。うちの班全員薩摩を目の敵にしてるんでね。そうだよね。ごちゃごちゃうるせえぞ。入るぞ。酔っ払い一番扱い困るからな。おい酒だ。まだ飲むんかい。はあ、何やってんだろう俺。もうワンちゃんもぐったりよ本当に。これだけ一緒に飲んで騒いでもまだ薩摩だ長州だのと言うつもりか。当たり前でしょ斉藤さん。あんた俺たち長州が薩摩にどんな目に遭わされたのか分かってないでしょ。ふっ、ケツの穴の小さいガキやで。こんなんが頭や言うんやから長州もたかが知れとるわ。なんだと。ああ、やめてやめて。まだ分からねえのか。そんな細けえことにこだわっていつまで殺し合うつもりだ。そこで流れた血がどれだけ報われたって言うんだ。うの音も出ない。細かいことか。それを言うならあんたらって結構細かいことにこだわってると思うけど。お、言うじゃねえか。あいつにも同じことを言われたよ。それよりもおやっさんの意思を告げってな。ああ、たけしさんに言われたな。あいつの言う通りだってことは分かっちゃいたんだ。でも俺は兄弟みたいにできちゃいねえ。目の前の忘れりゃいいことを忘れられない。その挙句がこのざまだ。このざまだ。何よりも大切なものを守れなかった。兄弟。ああ、知らんのか。そっか。土佐の武市半平太のことだ。兄弟分なんだよ、彼らは。武市半平太の兄弟分。そしたらまさか。ああ、坂本龍馬。あ、知らないか。いいのかな。そっか、言ってなかったもんね。土佐勤王党の筆頭坂本龍馬、それがこの人の本当の名前だ。坂本龍馬、こいつが。あん時会ったのは偽物だぜ。この男が坂本龍馬だ。あれは誰になるんだ。じゃあどういうこっちゃ。ねえあんた。寝てまーす。人を勝手に連れ回して愚痴り倒した挙句勝手に寝よった。アホらしな。坂本龍馬か。ほんと勝手な人だね。ここで仲良くなるんだ。これが薩長同盟の。酒に飲んで暴れていただけっていう。
ああ、寺田屋かな。ここは寺田屋だよな。うん、自分家だ。あ、お寮ちゃん。ああ、寝てる。お寮。やっと起きたん。いつの間に寝て。いや、どうやってここに。だから言うたやないの。飲みすぎやって。すまん。竹地さんのこと聞いて。おお。ごめん、嫌やったら。兄弟みたいなもんだった。ガキの頃からずっと一緒に育ってバカやって、半平太には何やってもかなわなかった。いつまでたっても俺は兄貴と呼んでついて回ってた。俺の憧れだったんだ、あいつは。なのに最後の最後で喧嘩別れしちまった。ああそうだよな、確かにそうだわ。最後になるなんて思ってもみなかった。畜生、なんで俺はあの時兄弟を。はじめさん。お、りょちゃん。おお、お、はじめさん。悪い、少しこのままでいさせてくれ。つらい時には人に話した方がええよ。一人で抱え込むよりは楽になるやろ。ああ、あん時言ってくれたセリフか。うん、はじめさん、お酒臭いよ。今日は意識が飛ぶまで飲んじまった。そういえば俺はどうやってここに連れてきたんじゃないのか。店で飲んだところまでしか覚えてねえ。西郷さんたちでしょ。飲み友達のお二人さんがここまで担いできてくれたんや。ありがてえ。飲み友達、桂と西郷か。散々愚痴ってたで。もうこいつに酒飲ますなって言われてもうた。でもな、その後こうも言ってた。うん、細かいことは全部水に流してやるって。あいつらいいやつじゃねえか。二人ともすっきりした顔してた。え、酔った勢いでなんかええ話でもしたん。いや、覚えてねえ。やっぱりか。わお。おお、朝です。うう、あら、いない。じめさん、仕事行ったか。ん、土佐に行ったのか。はじめさん。おお、はじめさん。お寮。なんだ、朝から騒々しいやつだな。その格好。立ち止まるのはもうやめだ。俺には
まだやるべきことがある。そうか。足寒いだろ。おい、裸足で来たのか。風邪ひくなよ。晩飯と風呂頼んだぜ。うん、行ってらっしゃい。行ってきます。これで結婚の流れはいつだ。誰だ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 。は？山崎？山崎でしょ今の。お寮つながってんのか。え？は？終わった。終わった。今回飲んだだけ？飲んだだけだ。はい。第8章終了でございます。また次回、よろしくお願いします。え、まさか、おりょっちゃんまで？困るよ、そんなことは。やめてくれよ。また、よろしくお願いします。それでは、またね。